皆さん、こんにちは。佐々木です。本日は、ビットコイン含め、アルトコインのね、詳細な値動き、そして、これ重要なんですけども、もしかすると数ヶ月間、ビットコインやアルトコインは下がり続けるかもしれないという話をしていきたいと思います。その根拠は、詳しくね、チャート分析とか、個別銘柄、 要は個別のアルトコインののト動向をチャート分析ししながら、ね、話しててていいいいきまますのででぜひ、ね、最後まで聞いていってください結構明確な根拠を、ね、2つ用、えー、意してますので2つというか2つの銘柄ですねこれがしっかりと、えー、今の調子上がっていたものが引っ張ってきたものが崩れ始めているということがかなりポイントかなと思いますので、えー、この2つ、ねえー、しっかり話していきますのでぜひ最後まで聞いていってほしいなと思いますでこれからあの話していくんですけども概要欄の方にあります公式 LINE 公式メールの方では、えー、僕のね 投資で稼ぐ方法、仮想通貨で稼ぐ方法をまとめたものを無料で公開していますので、まだ公式 LINE、公式メロルに登録してない方はぜひ登録しておいてください。あと、使用している証券会社ということで、まあ、これから、ね、チャート分析していきますけども、す、え、べ、ー、て、ね、あの海外の取引所を使ってますので、Bybit、えー、Bitget、Binance、Nexo、もしくは、えー、最近紹介した、ね、m x c さんとか、まあ、あのもう900メガ以上とか扱ってますんで、 えそれぐらいのね、銘柄数から選べるっていう選択肢は大きいかなと思いますし、あと、ステーキングとかもね、日本取引所使ってる方は、ステーキングの金額、金利がすごい低いし、全然低いので、こういった取引所使った方がいいと思いますま。詳しくはね、絶対使えというわけじゃないですけども、チェックしてみてください。あと、ドル円とかね、今すごい動いてるんで、すいの登録もえしておいて、また、ドル円とかの考察の時にあに、エントリーポイントとかの配信もしていきたいと思います。 あと、えー、有料ね、スクールもやってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。えー、ということで、本題に入っていきます。まず、ビットコインなんですけども、あの皆さんね、見てわかる通り、あと、これまでも僕がずっと言ってきましたけども、あのここで、えっ、ー、と先、先週、1週間、2週間ぐらい前からこ崩れ始めて、ここの領域ですね、4月、5月上がっていくっていうふうに言ったんですけども、 まあそれは僕の中で崩れたと。で、もしそれを予想外れたじゃねえかって思う方は僕は素直に、えー、認めます。僕は上がると思ったけども上がりませんでした。えー、だけどもこの後の展開ですね。で、こうなったってことはなんですよ。まあ、投資で重要なのはあのー、こうなったっていう展開の後を考えることなんですけど、まあ、もちろん予想するってことは大事ですよ。だけど、えー、こうなったってことは、要はここでね、こんだけストンと落ちてる理由なんですけど、まあ、僕みたく一旦上がって押し目。 下落してこれが押し目となってここで買われて上がっていくっていうことを狙った人たちが多かったと、ね。ただほとんどの人がそう考えていたし、えー、ところが一気にこう崩れ去ったとで。ここまで下がってくると、これを押しめとして上がっていくっていうのは、まあ、なかなかないで。そもそもそういうふうになるんであれば、一旦ここを超えてからとかに上昇トレンドになる。そこから、えー、上目線を考え始めるで、もう全然いいと思うんですよねで。今考えるべきは、もしかするとこれはしばらく 4万8000、ないしはまあこの4万5000ぐらいですかね。以前のレジスタンスだったら4万5000ぐらいかな。もう4万8000まで行っちゃったらもう上狙えると思うんですね。もう4万8000止まらずに5万とか5万5000とか6万ぐらいまで上がっていけると思うんですけども、ここですね。もうこの4万8000の領域まで行くっていうよりも、4万5000ドル、過去のこのレジの付近でまたここまで上がった時に落とされやすいのかなというふうに思ってます。 まあその理由として、まずチャートパターン的に、ああ一応ね、加工トレンドというか、ラインを引くと、もうここら辺で4万3000ドルぐらいで落とされるという計算になるんですけど、もしそこを抜けたとしても、このそもそも加工トレンドっていうのはそんなに強くないという形状なんですね。これはなんでそういうふうに言えるのかっていう経験なんですけど、一旦ここで落とされて、そもそもここね、 要はここの段階で下降トレンド抜けたのに、またそこ以下まで落ちてるっていうことなんで、その現状から、前提からしてですね、もう結構上が厳しいと、一旦ね。で、そもそも上下とかの問題じゃなくて、ここでさらに下落ちても上行くし、これにちょっと上行っても下に下がるしみたいな。要は、ここの領域の意味不明の動きが下手すると数ヶ月。うん。例えば今年の後半とかね、続くと、 あのー、続く可能性があるると思い始めてるんですねでその理由で最初に2つって言いましたけども、あの一番調子良かった、えー、ルナっていうかテラがね、あの崩壊してるんですよ、チャート形状が。まあ、まだ完全崩壊というわけではないんですけども、まあ、これどう考えても、その、なんていうかな、一旦こう高値つけて、また高値つけて、で、こっからまた上がっていくっていうこと考えられますけども、あのもうちえー、とテラのですね、時価総額、これ見てほしいんですけど、 えっと相当いっちゃってるっていうか、もう自家製が9位なんですね。でもちろん、こっからまだまだね、上、トップ5とかに入ってくる可能性はあるんですけども、やっぱりそこまで行くっていうにあに、あのもう、テラにだいぶ資金が集まって、知名度も上がってきているんですね、前提として。で、その中で、さらにこう、資金が集まるかっていうと、もう限界だと思うんですよね、さすがに。もう一波、二波ぐらいの、その仮想通貨バブル的な感じで、何か起こってくれば別ですけど、 今そういう雰囲気ないし、それにかけるっていうのは僕はちょっと違うんじゃないかなというふうに思ってます。あの、それはだから、あのー、希望見すぎっていうか夢見すぎね。だから今現状考えることは、現実的に考えて、これが崩壊して、えー、テラが50ドルとかそこまで下がってくる。僕下手するとね、そもそもテラとかこれからなんかこう、なんか良いファンダをね、流しすぎて、そもそもこの辺で、あの、自社のね、えー、自社株っていうか、 自分とこのルナを売って BTC 買ってたんじゃないか説ですね。そこを公表しているかどうか分かんないんですけど、そこまでチェックしてないんですけど、まあ、僕はだからそこ言ってた時点がこの高値だったんで、ビットコイン買いましたとかね。上がってってる、えー、時に言ってたんで、まあ、ビットコインは多分その、僕もですけども、皆さんから見ても、世界的に見ても、まあ、ビットコインが崩壊するってことは仮想通貨全般が崩壊するに近いですよね。なので、あのかビットコイン持っておけば下がらないだろう。で下落 局面ではビットコインの下落率の方があるところに低いので、下落するね、1年2年ぐらい下落相場になるんであれば、ビットコイン持っておいた方がパフォーマンスはいいと思って、ルナがビットコイン買いましたりとかしていったんじゃないかなと。要は自社株みたいな感じの、自社のそのルナのね、こういうの価値がめっちゃ上がったんで、その時点で理確して、理確というかルナから BTC に変えちゃえば、もしこれがどんどん下がっていったときに、 含み益。要は利益を利確して、下がってったら下がってた分だけ、またさらにビットコイン買い増ししていくみたいな。ルナが下がれば下がるほど、またもうここで利確しちゃってるみたいな。ビットコイン買っちゃってるからみたいな。今 BTC 担保にしてるみたいなこと言ってますけど、そこはちょっとわかんないです。そもそもこんだけ、なんていうのかな。あの、買われるっていうのも、まあおかしいって言ったらあれですけど、で、二つ目ね。二つって言いましたけど、もう一つコイン。これです。ウェーブス。 ウェーブスもこっから異常なぐらい最高値更新して、で、もう一気に戻してきてるんですよね。で、詳しくは見てないですけども、この上がり具合っていうのは、大抵の場合、あの、煽りファンだっていうか、めちゃくちゃ良いような情報とかファンだ流したりとか、もしくはコミュニティですね。コミュニティの中で、ウェーブス上がるよみたいな、煽りインフルエンサーみたいな人たちが、人たちかわかんないです。一人なのか何人なのかわかりませんけども、そういったので、ババババってこう、 えー、ウェブス持っといた方がいいよとか、上がり始めあのね、ちょ、あの、ちょっと上がったぐらいとか、あの、ウェブスがこんだけ上がってると多分結構話題になると思うんですけども、そういう話題もないってことは、やっぱりコミュニティとか、そう一部のコミュニティで煽られて、めちゃくちゃ買われたっていうだけだと思うんですよね。あの、大抵の場合ですよ。だからそれすらちあのチェックしてないですけども、チャート形状的にやっぱおかしいじゃないですか、こんだけ垂直上げし、垂直下げしてくるっていうのは。大体 その理由っていうのは大体は、えー、めちゃくちゃ良いファンで流されたけども、結局そうでもなかったとか、そういったことなんですね。別にそこを調べてもないです。ただまあ、チャートからやっぱり読み取れることってすごい多いと思うんで。とか、価格が全てになってくるんで、結局ね、トレードとか投資っていうのは。だから結局、そんなあまり深読みとか、変なコミュニティでずっと潜入するとかね、そういったことしなくてもいいと思うんですよね、僕は。 そのチャートから読み取れることでいうと、僕はそう思ってます。で、それが詳しくどういうことが起こったのかすら知,知らないです。知る必要すらないと思ってるんで。えー、で、それからすると、もしかするとルナが下手すると50ドル以下ですね。えー、サポートが40ドルくらいなんで、そこすら割ってきて30ドル、20ドル。下手すると10ドルくらいまで下がってきてもおかしくないかなと思ってます。 だ100ドルぐらいで買ってる人とかもいると思うんですけどもあの2017年のイーサリアムの高値から10分の1か20分の1ぐらいまで下がったんですよね18万ぐらいまでいってそこから1万円ぐらいまで下がったんでえっとそうですね18分の1とか20分の1ぐらいまで下がったんですよねそれで言うと10分の1っていう領域は全然ありえるんで100ドルから10ドルぐらいでこの <laughs> 2021年のバブル以下ですねその底値とかの まあ5ドルとかわかんないですけど、下手するとえ3とか1ドルとか、そうなってくると80分の1はで、100分の1ぐらいになってくるんですけど、そこまでないとしても、下手すると下手するかわかりませんけど、その基準はね。普通にあ,のあり得るのは全然50ドル以下の領域、30ドルとか20ドルに下がるっていうのは全然あり得る。今もし100ドルぐらい掴んでる人は、3分の1から5分の1ぐらいは全然確保しといた方がいいよということです。要はこの2つですね、ルナとウェーブス。 この二つによって僕はちょっと崩壊しかけてんじゃないかなと。あとその他のアウトコイン見ても、今年最高値更新してるっていうのは、ルナとあとニアとかね、ニアプロトコルぐらいしかないですよ。で、今年最高、そうですね、今年1月。で、今回の4月の爆上げでも一応は高値更新してないと。あと一部で、まあこれも11月か。そうですね、1月入ってからっていうと、 あと、ま、ステップンとか、GMT とかですよね。そういうのしか上がってないと。ま、そういうその、なんていうんですか。あの、IEO というか、ステップンとか、そういうような、その新規で入ってきたっていうのは、それは、だっていつでも高値をしする、話題になれば上がっていく。例えば、えっと、アジル王子が買ったって言われてる、なんか、ドーンとか、あと、原則騎士オンラインとか、その日本のコミュニティでちょっと人気みたいなものっていうのは、 まあ今年も上がってますけども、そうってもともと小さすぎるんで、そういうのは高値更新したっていうのは、バブルとか、仮想通貨全体が上昇を切るっていうか、上昇トレンド入っていくっていうのとは全く違うんですよね。全体で言うと、やっぱり2021年の4月、5月、そして10月、11月の2回のね、バブルっていうか、2回のこう上がった時期ありますね。2回目は、主にえっとメタバース系ですね。 サンドボックスとかディセントラルランドとか、あと、まあ、アキシは4月、8月ぐらいから来たけども、ですね、去年の11月も高値つけてるし、まあ、早かったですね。アキシは7月ぐらいからどんどん上がり始めて、で、11月最高値つけて下落といった感じで、あと今年入ってからやっぱメタバース系っていサンドボックスも、サンドボックスかな、やっぱ一番、その、メタバース系ではやっぱサンドボックスが企業と提携とか一番多いと思うんですけど、 そういうような有望な良いファンダがあるサンドボックスですら最高値とは言わないけども最高値に対してのえっと例えば5ドルとか6ドルぐらいとかまあそこら辺まで行ってもおかしくないわけじゃないですか,かそこまで行かないっていうことに問題があってそもそもやっぱりき,きついうんやっぱり数ヶ月前後上がらないかまあ下がり続けるかっていう ところになってくるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、やっぱり去年からね言ってますけども、やっぱり1年、2年ぐらいはもう仮想通貨冷え込むっていうか、えー、下がり続けると思った方がいいです。なので、やっぱり今年ですね、まあできるかどうかは言いますけども、例えば軍資金を作るとかね、他で稼ぐ方法を作るとかね、投資以外とか。まあ、投資で稼ぐとか、まあ、BTCFX とかで稼げるって言ったらいいですけども、BTCFX に関してはいくらね、天才トレーダークラスの人でも、 もうレンジとか、ここから意味不明な動きになってくると思うので、もうすでにこう、よくわかんない動きになってるんですよね。ここをその上昇チャンネルとも言いづらいし、それを言ってる人はちょっと、トレンドとかね、まあ中期、短期で見ても上昇チャンネルではないかなって緩やかすぎるしね。なので、あの、まあだからここからは本当意味わかんない動きになりやすいので、触れない方がいいし、 ビットコインを買い増しする、アルトコインを買い増しするにしても、ビットコイン、今、ほとんどね、去年、例えば、僕みたく5、6万ドルとかで、ビットコインとかアルトコイン全利確していて、USDT しかないよって方は、で、まだね、今年入ってから、ほとんどステーブルコインで、ビットコインとかね、アルトコイン持ってないよって方は、今の4万ドルぐらいで、まあ少しね、10%から30%以内の資金で、ビットコインやアルトコインを振り分ける。最十30%ぐらいですね。 でもし、えー、3万ドルを割ってきて2万いくら、2万5000から2万ドルぐらいでまた、えー、残りの30%までを追加する、投入する、買っていくっていうのはいいんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱり変わらないですね、やっぱり戦略はね、去年からずっと。結局ここ一旦上がるかって取れる、あの一旦ね、4月、5月で5、6万ドルになるんじゃないかっていうふうに言ってたんですけど、それは外れた,外れたというか、僕はもう変わってます、見方がね。 なので、えー、もう意味不明な動きになると、しばらくその BTCFX とか短期の値の起き、ボラも出づらくて、まあボラは出るんだけども乱高下するんで取りづらいと。サポレージも曖昧になりやすくて、そういう時に稼ごうとしても、あの、やっぱ裁量はきつい。うん、なんかボットトレーダーみたいなね。あの、バイビットの、えっと、リーダーボード見ても、みんなボットなんですよね。あの、時価層、1位とかの人たちっていうのは。まあこれ、ひがみじゃないですけど、あの、なんていうのかな。 あの見てて思うのは、その回数ですね。あの、4月始まってからだけなのに、なんか90回、4月2、3日とかのに90回売買してますみたいな。人間じゃ無理じゃないですか。その、売買するとこ、どこにあんのっていうぐらいの。こういうところで90回とか売買してるんですよね。これ東ですけど。えだからそういう風になってくるので、要はなんか、その、プログラマーみたいな、そういうの作れるじゃ人じゃないと、え無理っていうね、裁量じゃ無理っていう相場なんですよね。 で、時々その、大幅に下がってきた時に、スリングで、えいで入っていく、ロングで入っていくとかっていうのはありですけど、まあそうなったらその時配信します。今現状はもうここは意味不明な動き、レンジという、そうですね、レンジのこと意味不明な動きとイコールで考えてほしいんですけども、そういった風になると。で、もしくは下手するともっとね、え意味不明な動きのレンジからさらに下を目指していく、下を狙っていくような動きになるかもしれません。ちょっとここで、えっと、ブレイクアウトしてね、 あの上がったのにそこから否定されて落ちてきてるんで、これ下手すると逆方向に行く可能性がある要はフェイクセットアップというか、フェイクだましでブレイクアウトしたんだけども弱すぎて落ちたみたいな感じですね。ここで買い誘って、ショートを買ったんだけども、ショータをね。 ここら辺で借り取ったんだけども、今度ロンガーを、ロング入れてった人、ブレイクアウト上がること狙ってロング入れたんだけど、ロンガーを買ってって、で、下がってきたって感じ。だから今本当にロングもショートも優位性ないんですよね。もうやりたくないってい普通の人は。あの、なんていうかな。それ普通の人っていうのはある程度トレードで稼いでいる人のこと言ってます。普通に。普通にトレードで稼いでる人でも触れたくない相場だと僕は思いますね。あの、そのボッターとか、ボットでやってる人以外、自動売買とかね、システムで。 開発値やってる人以外は、裁量でやってる人は相当きついっていうか、今だったら少しずつ、まちょっと上がるのかな、下がるのかなっていう感じを考えられますけども、今現状でそんなにトレードする場面っていうのはないと思います。デイトレでも、スキャはわかんない。僕やんないんで。スキャでもきついかなと思います。まあ逆にその、レンジを想定して逆張りのスキャだったらいいのかもしれませんけど、 逆張りのデイトレとかね。ちょっと下がってきたら上行くんじゃないか。ちょっと上がったら下がるんじゃないかっていうのを繰り返す方が優性あるんじゃないかなと思ってます。だからそれぐらい、まあ微妙、選択肢が少ないのかなと思ってあ,あと、それプラスアルトの崩壊ですね。で、あるところに買う時期はっていうふうに思うんですけども、まあさっきのビットコインの単位でいいと思います。今買って4万ドルで買って3万ドルで買って2万ドルで買って1万ドルみたいな。まあいつも通りですね。そうなるんであればそうえ買っていくっていうぐらい。で、上がってい時には買わないっていう。 っていう感じで考えてもらえればなと。ただ、下手すると、これ伝えたいのは、ずっとね、今年上がらないのか、レンジなのか、っていうのを繰り返す可能性あるんで、まあ、そうですね、ドル。最低数ヶ月続くかもしれないですね。2、3ヶ月とか。もう一旦こう、否定されたんで、また振り出しですよ。こう、ブレイクアウト否定されたんで、また振り出しで、2、3ヶ月動かない。まあ、今が4月なんで、7月とかね、8月。 そこ、夏枯れ相場っていうかね、大体なんか夏場って上がんないイメージがあるんですけど、去年だって5月、6月、7月、7月ぐらいから上がっていったのか、8月とかね。あんまりその、日付は関係ないかも、月はね、関係ないかもしれませんけども、タイミングですよね。一旦そろそろ動いてもいいんじゃないかっていうところ動かないんで,で、それこそ2019とかの相場見ていっても、ここからね、5月からえと7月まで動かない。だから2か月ぐらい動かない。 っていうこともあったんで、すでに1月から4月まで経過してますけども、レンジですよね、要はね。3万5千から4万8千のレンジみたいな。ちょっと上がってるけどね。っていう感じ。あと2019年とかも、例えばこう大きな目線で見れば、例えば、この6月、7月、もしかすると、ここら辺から、2019年5月から、2020年3月とか、もう下手すると、もうここのコロナショックの暴落含めなかったら、 なんかかもううここ全部レンジっていうかね言いたいことはこ,こういうことです。ここら辺全部レンジだよねみたいな。それクラスが下手するとここからこんな感じで続くんじゃないかなっていうふうに思ってます。だからそれを想定してあんまりこう動かないからって言って、あのー、こうつまんないとか諦めたりしないで常に相場チェックするんだけども冷静にね今じゃないななんか変だなみたいな。 その嗅覚っていうのを持ってね、取り組んでほしいなと思います、えー。ということで本日の、ね、仮想通貨の相場分析、えー、は終わりにしたいと思います。今回の動画良かったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとね、概要欄の方の、えー、最初に言いましたけどもチェックしてください。えー、それでは本日の動画は以上になります。最後までいただきましてありがとうございました。